皆さんこんにちは。星野写真家タイムラプスクリエイターの成澤博之です。今日の動画はですね、私が、8月の中でですね、こういったイベントに参加しますよ、ぜひ来てくださいねっていう、告知の動画をですね撮らせていただきたいなと思って今喋ってます。まだまだコロナで落ち着かない状況は続いておりますけども、こんな状況でもですね、以前と同じような生活イベントをやっていきましょうっていうですねところが、いくつかありまして、で政府がねこうガイドラインっていうのを出してくれてるんですよ。こういう制約がありますけど、その範囲だったら、やってくださいねみたいなのがあるんですけど、そういった逆行の中でもですね、イベントをやって、盛り上げていきましょうっていうような試みをされているところがいくつかあるので、そういったところをですね応援してほしいなという思いも込めて、今日の動画撮影させていただいてます。やっぱ星空撮影なんてね、こうカメラ屋さんに行って質問してもわからないで終わったりとか、納得のいく返答が返ってこなかったりするじゃないですか。でもネットで調べると情報いっぱい出てきて、自分の中でこう整合性が取れない悩みがあったりとかっていうのは結構あると思うんですよ。そういうのを解決するきっかけになればと思いますんで、ぜひですねイベントに参加していただきたいなと思います。それではまず一つ目いきましょうか。一つ目はですね、こっちに出しますね。一つ目は、8月1日日曜日、カメラの北村、山形まみがさき店ですね、山形に参ります。こちらで、星空撮影講座を開催させていただきます。コロナ対策があるんで、各3回ですね、その4名定員のセミナーを時間を分けて3回やるというような、講座になってます。参加費用は3500円になってますね。これは講座のみになります。各4名っていうのがね、私はすごく魅力で、これぜひ活用してほしいなと思うんですけど、いろんなところでセミナーやりましたけど、その大きい何十人も集めてやるセミナーよりは、こういう少人数のセミナーの方が質問しやすいし、お客様との距離も近くなるので、あ、そういえばこんなことも聞きたかったみたいな、あ、こういうことも分かんなかったっていうようなのが発見しやすいのが少人数制なんですよね。一応そのセミナーのタイトルは初心者向けっていうような感じになってますけども、実際ね、そのお客様に合わせて私喋るような感じになりますんで、日頃からですね、こう疑問がなかなか解決できないとか、もう一歩上に行きたいなとか、あとは新しい情報を収集したいなっていう、ちょっとですね中級者上級者の方も参加いただけるとすごく嬉しいなと思ってます。定員が4名の ×3 なので、すごく狭き門ですから、これお早めに申し込んでください。お申し込みはカメラの北村山形まみがさき店にお電話してみてください。山形でお待ちしております。8月8日日曜日ですね、青森県十和田に行きます。十和田にですね、写真の奥山というお店がありまして、ここの店主の奥山さんが本当に写真上手な方で、私尊敬してるんですけど、これ定員10名のセミナーになります。で、富士フィルムさんとのコラボのセミナーになりますので、この奥山さんのセミナーでは、富士フィルムの GFX とか、X シリーズを使った、星空撮影についての講座になります。で、この日の講座は昼間のうちにみっちり撮影座学をやって、で夜晴れたらですね、十和田はもう30分ぐらいで星撮れるようなところに行けるので、そこに行って星空を撮影すると、講座と撮影のセットの内容になっています。一応8月8日はね、晴天率が高いので、青森にお住まいの方々、ぜひですね私に会いに来ていただければなと思います。一緒に星空をね楽しんでいただければなと思いますね。でこちら参加費用は5000円となってます。これもですね定員10名なので非常に狭き門になってます。こちらもお早めですね、写真の奥山さんに申し込みをしてみてください。3つ目はですね、東京になります。8月19日木曜日、平日ですね、宇宙の店というですね、東京の浜松町にある宇宙雑貨っていうんですかね、宇宙食とか JAXA のロゴが入った商品とかですね、そういう宇宙グッズを扱っているお店があるんですけども、そこでですね星空フォトセミナーということで、私が登壇させていただくことになりました。でこの日の方が世界写真の日っていう日らしいですね。
で、まあ、これ参加費用は2500円になります。まあ、都内はね、あの地方と比べてちょっとあの交通費、私の交通費がかかんないものですから、ちょっと値段が安めの設定になってますけど、私が撮影ツアーとか、あと星のソムリエ講座とかでお世話になってるんですね、日本旅行さんとこの宇宙の店さんがコラボレーションしたイベントっていうことでですね、まあ、この日もホジラ撮影講座と、それからちょっとした、ホジラ撮影の時の操作というカメラの操作というか、まあ、そういったもののご紹介する座学になります。これもですね、定員が18名と限られてますので、ぜひ申し込んでみてください。これ申し込みは、概要欄に貼ってありますけども、インターネットからお申し込みになりますので、ぜひこちらもチェックしてみてください。はい、じゃあ次は、ワークショップのお知らせになります。先月ですか、あの初めて私が主催のですね、成形写真タイムラプスワークショップっていうのを開催させていただきました。今回2回目の、ワークショップを開催することにいたしました。で、日付が8月6日金曜日から土曜日、8月7日土曜日の朝にかけてになります。まあ、なんで金曜日の平日の夜にやるんだっていうのは、晴天率が高いからなんですよ。8月6日から7日にかけてが過去30年のその天気出現率っていうんですけど、まあ、その晴天率が高かったのでこの日に来ました。で、場所はですね、岩手県の八幡平というところでやります。八幡平山頂レストハウスっていうところの駐車場をですね、まあ、使っていいよっていう風に許可をいただけましたので、まあ、こちらで開催しようかなと思います。料金はですね、1万4000円になっています。で、この1万4000円の中に、その保険料と、あ、なんか事故があった時のためのね、保険料と、それから、レストハウスの駐車場料金、それから、まあ、当日の撮影、それから後日、ズームで、マンツーマンで画像処理の指導をするっていうですね、そういった内容のものが盛り込まれて1万4000円になっています。前回は USB レンズヒーター事務局さんがお手伝いに来てくれたんですけど、今回は私一人です。で、八幡平のそのレストハウスの駐車場なんですけども、すごく広くておトイレもあって使いやすい感じで、でね、あの東側には、南東の方角は盛岡市の光害がちょっとあるんですけども、南西はですね、すごい暗いような環境でした。なので、この日はですね、その、だいたい南から西にかけての天の川というか星空を撮影することが多いと思うので、ちょっと私も楽しみですね。で、駐車場ですからアスファルトなので、まあ、成形写真とかタイムラプスだけでなく、天体写真撮る方に関しても、来ていただいて大丈夫です。もしその赤道儀の使い方が分かんないとかね、まあ、そういうのがあれば、当日一緒に設置して、一緒にセッティングしてっていうのができると思いますので、参加希望者は、私のホームページのコンタクトから、お名前、住所、電話番号、それから保険に入るときに必要な生年月日ですね。この4つを、私に送ってください。で、そこで、まあ、先着15名となっていますので、ぜひこちらも参加いただければなと思います。詳細はですね、私のブログにですね、書いておきましたんで、概要欄に貼っておきます。そのブログをチェックしてみてください。で、最後の告知になりますが、ちょっとね、大きいイベントがあるんですよ。PAF ってご存知ですかね。フォトアクセサリーフェアというイベントで、フォトファックス PAF2021 オンラインサマーということで、これが7月18日日曜日、もうすぐですね、開催されます。カメラアクセサリーにちょっと焦点を絞ったイベントなんですね。で、私がですね、これなんとお声がかかりまして、なんと2回出るんですよあの PAF の主催者枠で、私が星空撮影とかタイムラプス撮影についてちょっとお話しする機会と、あと H&Y っていうですね、フィルターメーカーさんからも、ぜひ H&Y 枠で出てくださいっていうことで、私が動画を作ってですね、それで出演することになりました。だから、タイムテーブル見ると分かるんですけど、私がこう2連チャンで出てくるような
感じになってて、おいおいこれいいのかよって思うんですけど、まあありがたいですよね。嬉しいですよ。頑張ろうと思います。なのでこのフォトアクセサリーフェアオンラインはですね、どなたでも見ることができますので、特になんか事前の参加登録とかもいらないみたいなので、この7月18日日曜日ぜひ見に来ていただきたいなと。フォトアクセサリーフェアに関してはまあ、タイムラプスも含めてっていう感じのセミナーなので、まあ、普通の成形写真だけに収まらないいろんな話ができると思いますんで、こちらもお楽しみいただければなと思います。はい、では今日の告知は以上になります。まあ、こういう状況の中でもですね、万全の対策をしてこういったイベントをやってらっしゃる、企画してるところが、あります。なのでまあ、皆さんもですね、万全の対策をしつつ、こういった方々をですね、応援する、まあ、私も含めてですね、応援するっていう意味も込めてですね、イベントに参加申し込みをいただければなと。で、それに対して私は頑張って皆さんのですね、スキルアップにつながるようなお話ができればなと思ってますんで、ぜひともですね、それぞれの撮影講座ワークショップにお申し込みください。はい、それでは今日の動画はこの告知のみになります。また次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ、したっけねー。